どうもポケルチャンネルのようです。今日はなんと特別ゲストが2名来てくださっています。まあ、1名はおなじみ新潟 CL 3位のバータです。そしてもう1人が今おときめくラッシュ CS の優勝者、お名前お願いします。西野です。西野さんが来てくださいました。今お世話になっている激凛金町店さんで夢のマッチングが実現しましたので、最強ランクのね戦いをちょっと見せてもらおうかなと思います。じゃあ山形くん、デッキを教えてください。サーナイト EX、 いないねサーナイトですね。じゃあラッシュ CS 優勝者、西田さん、はい、優勝の時に使ったルギアブイスター。なんでいないのいないな。シロルギアって、シロルギア言われてるタイプのデッキです。はい、はい、今をときめくシロルギアで、大会の時とはちょっと構築を変えて作ってきてくれたということで、はい、最新版でアップデートされています。この最新版が CL 新潟3位の山形君にどこまで通用するのか。いや、こっちの方が上級者です。いや、何を言って試していきたいと思います。それじゃあ準備お願いします。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、はい、これでしょ、先行。あ、準備は大丈夫ですか？イエス。サイドもちゃんと6枚ですか？大丈夫ですね。それではバトルスタート。よろしくお願いします。バトル一発、バトル一発、バトル一発、バトル一発。特に。2体。終了で。裏じゃダメなのか、表だった。ここだ。
失礼します。はい、お疲れ様。じゃあ、やばい、はい、ただ1枚いきます。ありがとうございました。1枚だけ、あ、違う、もう一回使います。対象がなってないです。何だろう、じゃあまた2000円を買います。お疲れ様です。いや、すごいね。
エオラントあれなんか言わなかったっけ。クソミスって感想戦感想戦2段目にタイパンボールでなぜかザシアン持ってきたと思う。そうですザシアン出てきたから倒されるのかなと思います。普通にサーナイトイエスと持ってくれば、はい、ためで進化できたのに、はい、なんか緊張してなんかゼルダに持ってると思って、まあ、なるほど。なんかサーナイトイエスで投げなかったっていう、はい、謎をして動画真似してねえじゃん。いや殴られてると結構話変わったんで、結構あそこで勝負ついたかもって思いました。まあ、なんかこっち目線も、まあ、ドラピオン決まったら負けなんだろうなって思いつつ、そうですね、言ったんで、しっかりドラピオン、決勝と同じような決めとか、今あのすごいね、引っ込まないように先に博士選んだところがすごい。いやー難かったです。ジェットが2枚山に残ってたんで、ジェット引いてたら終わりなのに、ジェット引かなければこっち目線勝ちかなみたいな。そうそこですよ。それだけジェット引いてたら、まあ、負けで、もちろんジェット山に残っててよかったですね。アーキオス取られることをちゃんと考えとかできた。アーキオス取って勝負だったんで、こっちは最初プランの時が順調だったんで、ちょっとジェット山にもうちょっと残ってきましたかもしれない。ここに行ったのが余計なカードラッシュ500人優勝は伊達じゃないじゃん。いやいやいや。で今回デッキ構築をちょっと変えたっていうところで、はい、どこを変えたか教えてもらっても大丈夫ですか。こだわりベルト1枚ヒューヒュアナの決意に今変えてます。その理由は安定性を高めたいなと思ったので、ちょっとサポートを1枚増やしました。結構今サンライトとかの人もそうなんですけど、結構盤面展開のデッキが多いので、これでアーケストを落としながらいっぱいカードを引くっていうのをやりたいなと思って採用しました。じゃあ今の最新構築は火花が入ると。そうですね、ただデントラーも入れたいのでちょっと悩みです。そう、まあもし火花じゃないとしたらレントラー。そうですね、レントラーとリバースでエネルギーあたりを採用したいですね。まだまだ改善の余地もある、はい、可能性のあるデッキということでよろしいでしょうか。はい。負けちゃった。負けちゃった。まあでもすごいいい試合を見せてもらってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。最強。さあでは今激アツの対戦を見てもらったと思いますが、ここでもう一つビッグニュースがございます。クラフトクラウン様より提供品をいただきました。ではそのありがたい提供品をちょっと皆様にご紹介していきたいと思います。まず一つ目が、先行後攻マーカーですね。こちらになります。この黒と銀のベースとした先行後攻マーカーとなってとてもクールになってますね。全部黒と白をベースとしたクールなデザインとなっております。そして二つ目がカウントダイスの木製の黒ですね。すごい、なんかパッと見重そうに見えるんですけど、すごい軽くてカードも傷つけなくていいんじゃないですかね、これね。そして三つ目、こちらです。じゃん、プレイマットケースです。でこちらね、しっかり大きさがですね、この海外のプレイマットもしっかり入る大きさとなっております。こんな感じですね。しっかり海外サイズも入るので、日本のハーフサイズプレイマットとかも入るので、すごくいいのじゃないでしょうか。質もすごいしっかりしていて、ちょっとやそっとじゃ壊れなさそうなのがすごくいいですね。そして4つ目がダブルデッキケースですね。ちょっとこれは未開封品なので中見せられないんですけど、まあ2つしっかり入りそうでかっこいいですね。で5つ目がスリーブですね。スリーブの白と黒をいただきました。そして6つ目がカウントダイスですね。こちら2つ提供していただきました。こちらもね、見た目に反してすごく軽くて使いやすそうで、銃にしっかりマークがあるので、どこを最初に見ればいいのかの目印になってすごい使いやすそうです。で7つ目、こちらユーズドマーカーですね。少し長細くて多分カードと同じサイズになっているので、取りやすさと見やすさを兼ね揃えた商品となっております。これすごいかっこよくて、僕個人で購入もしたぐらいの惹かれた商品となっております。4つね、4ついただきました。そしてなんとクラフトクラウン様の非売品キーホルダーもいただいております。どこにも売ってないので、かなりレア商品になっております。そして最後はこちらですね。じゃん、クラフトクラウン様のプレーマット、オリジナルプレーマットです。少
少しハーフプレイマットよりちょっと厚めになっているので生地もしっかりしていていい質感になっているのではないかと思います。さあ以上クラフトクラウン様から提供していただきました。こちらの提供品ですが、しっかりね、ポケルハイの景品としてみんなにプレゼントしていきたいと思います。イエーイ。ですので、ポケルハイ毎月開催しておりますので、ちょっとずつね、景品としてリンゴ屋さんかオリパに入れていきたいと思いますので、お結果をしながらクラフトクラウン様の景品欲しいなって方はぜひポケルハイに参加していただければなと思います。それではこの動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。